私はというとなかなか食べる気にならない。食べないのも悪いし、どうしよう。イギリス人女性による日本のある食べ物にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は一番不思議な食べ物、ニューヨークタイムズ紙も大特集、世界中の食の価値観を崩壊させた日本のある食べ物とは、の話題です。海外、この発想は前代未聞。オムライス、ドリア、ナポリタン、コロッケ、エビチリ、冷やし中華、これらはすべて日本発祥の食べ物です。しかし中には海外の国や地域の名前がついた料理もあるため、海外の食べ物が日本に伝わったものと思っている人も少なくないそうです。例えばトルコライスやミラノ風ドリア、天津飯という料理、これは日本発祥の食べ物であり、トルコやイタリア、中国には存在しません。またミルクレープやコーヒーゼリー、ショートケーキなどは日本で生まれたスイーツです。日本人にとっては馴染み深い食べ物ですが、日本に来て初めて食べて感動したという外国人さんもいるようです。さて今回ご紹介するのはイギリス人女性によるエピソードです。彼女は仕事の関係で数ヶ月ほど日本で生活していたことがあるそうです。日本にはイギリスにはない様々な料理があって驚いたという彼女ですが、ある食べ物を知った時が最も衝撃的だったと語っていました。彼女は一体日本でどんな食べ物を知ったのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。私は仕事やプライベートで海外に行くことが多いの。国や地域ごとに文化や習慣が異なるからすごく興味深い。だいたいどこに行っても英語は通じるから言葉の問題で苦労したことはないわ。その土地独特の食べ物を食べるのが好きで、イギリスにはない変わった食べ物に挑戦することもあった。その中で一番衝撃を受けたのは日本のある食べ物だったわ。今日はその食べ物について紹介したい。日本に行ったのは観光ではなく仕事の関係、2ヶ月近く滞在していたと思う。他の近くの国と違って日本では英語があまり通じない。仕事中はいいけど街を出歩くときは日本語を話せないとちょっと不便。でも日本人スタッフの一人がサポートしてくれることになったから大きなトラブルもなく過ごすことができたの。彼女は英語が堪能で、初来日の私に日本のことをいろいろと教えてくれた。おすすめの日本料理も彼女から教わったのよ。英語で説明してくれるから安心して食べることができたわ。日本に来て2週間くらい経った頃だったと思う。その日は仕事が休みで、彼女が私の部屋に遊びに来ることになっていたの。約束の時間になると彼女がやってきた。そしてお土産を持ってきたのよと言って何かを手渡してくれた。何かしら。早速開けてみると、これはサンドイッチ？それともデザートかしら。すると彼女は、フルーツサンドよ。来る途中にフルーツサンドで有名なお店によって買ってきたの。一緒に食べましょう。という、フルーツサンド？何それ。私がそう話すと彼女は、え？フルーツサンド知らなかった？って反対に驚いた様子。そして、多分フルーツサンドはアメリカの食べ物だし、なんとなくイギリスにもあると思っていたの。だってイギリスはサンドイッチ発祥の国じゃない？と言われたわ。そうよ、イギリスはサンドイッチ発祥の国。でも、こんなサンドイッチは知らないし見たこともない。アメリカに行った時もこんな食べ物は見なかったと思う。よく見ると、分厚いパンの間に白いクリームとカラフルなフルーツが挟まっている。これはイチゴでしょ？そしてこの美しい緑色のフルーツはブドウ？あ、キウイフルーツね。私がじっくり眺めていると彼女は、あ、ごめんなさい、ちょっといいかしら。と言ってフルーツサンドの写真を撮り始めた。どうやら SNS で投稿するようだ。撮影し終わると彼女は、ありがとう、いい写真が撮れたわ。と満足そう。そして食べることになったんだけど、
どんな味がするのかさっぱり想像できないの。甘いのかしら。この白いクリームは何？パンが分厚くてまるでケーキのよう。彼女は、このクリームはホイップクリームよ。甘いことは甘いけど、しつこい甘さじゃないと思うわ。と説明してくれた。え？パンに甘いホイップクリームをサンドしているの？ホイップクリームとフルーツを使うなら、ケーキとかタルトとかのスイーツではないの？いちごとホイップクリームの組み合わせはイギリスでも定番だから別に不思議はない。だけど、サンドイッチに甘いクリームやフルーツなんておかしいわよ。それにこのパン、分厚すぎる。トーストされてはいないけど、こんなに厚みがあったら硬いだろうし、食べにくそう。彼女は日本語で、いただきます。と言ってフルーツサンドを食べ始めた。うん、やっぱりあの店のフルーツサンドは最高。なんて言いながら、実に美味しそうに食べている。私はというと、なかなか食べる気にならない。食べないのも悪いし、どうしよう。でも彼女に、あれ？フルーツサンドはダメだった？美味しいわよ。と言われ、とりあえず一口食べてみることにした。パク？え？嘘みたい。これがサンドイッチ？パンが思っていたのと全然違う。イギリスのサンドイッチのパンはもっと薄い。このフルーツサンドに使われているパンの半分くらいの厚さしかないわ。それに、イギリスのサンドイッチのパンはこんなに柔らかくない。このフルーツサンドのパンはものすごく柔らかな食感。パンは厚みがあるけど全く重くなくて軽い感じ。そしてパンでサンドしてある滑らかなホイップクリーム。柔らかなパンと口どけの良いクリームが合わさって何とも言えない心地よさを感じる。ホイップクリームは甘いことは甘いけど、彼女の言うようにしつこさは感じない。どちらかというと控えめな甘さね。今度はホイップクリームの控えめな甘さにフルーツの酸味がミックスされた。これは全体的に甘さのバランスがいい。朝食向きではないし、不思議な組み合わせであることに違いはない。だけどこれはいいわ。すごい。フルーツサンドを食べたら、私のパンの固定概念が崩れ去ってしまった。私たちイギリス人にとって、パンは野菜やハム、ジャムを乗せて食べる土台のような感覚。基本的にパンそのものにあまり味はなくてあっさりしているから、パンだけ食べるということはないわね。朝食ではトーストしたパンにジャムや蜂蜜を塗って食べることが多い。イギリスのジャムは濃厚で美味しいのよ。そしてランチの定番であるサンドイッチは、野菜やハム、ベーコンや卵、チーズとかマッシュルームが挟まっているわ。トーストしないパンとホイップクリームを組み合わせるなんて発想はない。そもそもサンドイッチにフルーツを使うなんて習慣はイギリスにはないわよ。食べてみてわかったんだけど、このフルーツサンドに使っているパンはやや甘みがある気がする。おそらくパンだけ食べても十分美味しいんだと思う。キメも細かいし、丁寧に焼き上げられたパンっていう感じがするわ。すると彼女は、そんなにパンの味が違うの？ねえ、日本でパン屋さんに行った？と聞いてきた。そういえば、スーパーやコンビニには行ったけど、パン屋さんにはまだ行ったことがない。そこで、じゃあ今度の休みの日、一緒にパン屋さんに行こうということになった。それにしても、このフルーツサンドって一体どこの国の食べ物なんだろう。彼女はアメリカではないかって言うけど違う気がする。ちょっと調べてみよう。彼女のスマホを使ってフルーツサンドについて検索してもらった。すると、フルーツサンドの発祥は日本であることが判明したの。これには彼女もびっくりしたみたい。え、知らなかった。フルーツサンドって日本生まれの食べ物なの？見た目が綺麗で美味しいから買っていて、どこの国の食べ物かなんて気にしていなかったわ。って驚いていたもの。フルーツサンドは日本発祥のサンドイッチ。でもいつ誕生したかはあまりはっきり分かっていないらしい。京都で最初に作られたという説もあれば、日本で初めてフルーツパーラーをオープンさせた千引屋という東京のお店が最初だという説もあるそうだ。千引屋というのは老舗のフルーツ専門店で、総本店の創業は1834年。その後、1868年に西洋風の食事やデザートを楽しめるフルーツパーラーを開き、
ジュースやフルーツサンドを提供していたという。当時の日本ではフルーツは超高級品だったそうだ。千疋屋では手軽にフルーツを食べてもらいたいという思いでフルーツパーラーをオープンさせ、そこでフルーツサンドを提供していたと言われている。いつから提供していたかは残念ながら記録が残っていないそうだ。東京にはもう一つ新宿高野というフルーツパーラーがあって、そこでもフルーツサンドを提供していたみたい。高野は1885年創業で、フルーツパーラーがオープンしたのが1926年というから、千疋屋の方が先ということになる。京都発祥説についても調べてもらったわ。京都にはフルーツサンドの名店が複数あるそうなの。その一つが1869年創業のフルーツ店八百磯。本店にフルーツパーラーができたのが1972年で、やはりメニューにはフルーツサンドがあったという。でもそれよりももっと早い段階でフルーツパーラー併設のフルーツ店八百文というお店があったらしい。ただこのお店は現在ではもう残っていないそうで、いつからフルーツサンドをメニューに加えていたかはわからないそうだ。ということはフルーツサンドって新しい食べ物ではないのね。彼女もそんなに歴史がある食べ物だったなんて知らなかったなんて言っている。また日本ではフルーツは手土産として人気があり、駅前などには多くの果物店があったという。そういった果物店が高級品であるフルーツの売れ残りを無駄にしないためにフルーツサンドを考案したっていう説もあるそうよ。現在でもフルーツサンドのお店の多くは果物屋さんが経営しているみたい。どうしてかというと、新鮮なフルーツを1年を通して安定して入手できるから。フルーツサンドに使われているフルーツは缶詰やコンポートではなく新鮮なフルーツだから。フルーツサンドには見た目を楽しむ食べ物であるという特徴がある。日本には盛り付けや形、切り口の美しい料理が多い。もちろん世界各地にも見た目の美しい食べ物があるけど、切り口の美しい料理は日本食が圧倒的に多いのだそうだ。料理をまず目で楽しみ、季節を感じ、それから味わうのが和食だそうだから、切り口の美しいフルーツサンドは日本人の好みに合っている食べ物と言える。意外と古くからあるフルーツサンドだけど、現在注目されているフルーツサンドは昔のものとはかなり違っているという。昔はフルーツはもっと小さめにカットされていたそうなの。でも現在のフルーツサンドは大きめにカットされたフルーツが入っている、あるいはカットせずに丸ごとそのままサンドしてある。こうするとインパクトの強いフルーツサンドになるし、特別感を盛り立てることができるわ。サンドするフルーツやバランス、切り口によってアート感を出すこともできる。さっきフルーツサンドを食べる前に彼女は写真を撮っていた。おそらく彼女のようにフルーツサンドの切り口を撮影して SNS にアップする人がたくさんいるのだろう。フルーツサンドが流行した理由の一つがこの切り口の美しさで SNS 映えすることらしいの。そしてフルーツサンドが手土産に適していることも理由になっているという。フルーツにもよるけど、皮を剥いたり切ったりしないと食べられないフルーツがあるでしょ。食器だって用意しないといけないわ。でもフルーツサンドならすぐに食べることができる。屋内でも屋外でも気軽に食べられるし、贈答品に向いている食べ物なのだそうだ。一般的なスイーツに比べるとフルーツサンドはヘルシーだというイメージもあり、ここ何年かの間にものすごく注目されるようになったんですって。私は彼女に今まで撮影したフルーツサンドを見せてもらったの。そこには様々な美味しそうなフルーツサンドが並んでいた。共通点は分厚いパンを使っていること。でもそれぞれ見た目が大きく異なっている。小さくカットしたオレンジの断面をうまく利用したものもあれば、オレンジを丸ごとサンドしてカットしたものもある。オレンジを花に見立ててグリーン系のフルーツを組み合わせたものもあった。これはキウイフルーツだろうか。こっちはイチゴとオレンジの組み合わせね。ブドウやバナナを使ったカラフルなフルーツサンドもある。そこで私はあることに気づいた。日本でこんなにフルーツサンドがブームになっていて、 SNS でアップする人がたくさんいるということは、もしかしたら日本以外の国でも知られている食べ物なのではないの？私がそう言うと彼女は、
ああ、なるほどね。そうかもしれない。と言いながら、いろいろと調べ始めた。そして、あなたの言う通りだったわ。見てこれ。と言って、スマホの画面を見せてくれた。なんとニューヨークタイムズ紙でフルーツサンドを取り上げていたの。その記事を書いた人は、日本人が経営するカフェで初めてフルーツサンドを食べたという。私と同じようにフルーツサンドの存在を知らなかったみたいで、かなり驚いたみたい。ケーキと同じくらい厚くカットした断面が見えるようになった三角形のフルーツサンド。フルーツにはイチゴ、キウイフルーツ、桃が使われていて、クリームはヨーグルトとホイップクリームを混ぜ合わせたものだったそうよ。軽いのに密度が高く、それでいて雲のようにふわふわした食感だったと書いてあったわ。耳のないミルクパンを使っていて、沈んでは心地よく跳ね上がる柔らかさだったとも。彼の言う通りよ。フルーツサンドに使っているパンは本当に柔らかいの。でもホイップクリームとヨーグルトを混ぜ合わせてあるなんて、一体どんな味なのかしら。彼女は、マスカルポーネを使っているお店もあるし、その生地みたいにヨーグルトクリームでサンドしたものもあるわよ。バタークリームを使っているフルーツサンドもあるみたいね。と教えてくれた。え、そんなにいろいろな種類があるの？それにお店によってサンドしてあるフルーツが違うから見た目が違う。クリームだって甘さ控えめにしているお店もあれば、フルーツに負けないように甘みを強めにしているお店もあるわ。とも言われたの。だったらいろいろなフルーツサンドを食べ比べしないと。どこのお店のフルーツサンドが綺麗で美味しいとか実際に食べ比べてみたい。すると彼女は、わかった。じゃあ今度の休みはフルーツサンドを売っているパン屋さんとかフルーツサンド専門店を回ってみる？コンビニでも売っているしね。と提案してくれたの。もちろん OK よ。そして、イートインできるお店もあるからその場で食べるのもいいわね。もちろん持ち帰って家で食べることもできるけど、フルーツから水分が出てしまうから早めに食べた方がいいわよ。と教えてくれた。今日食べたフルーツサンドも美味しかったけど、今から次の休みが待ち遠しいわ。その報告はまた投稿するわね。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。確かに日本のフルーツサンドは美味しかったな。あまり甘すぎないんだよ。日本のセブンイレブンで買える。そして味は最高。僕のお気に入りはピーチサンドだ。オーマイガー、この発想は前代未聞だ。前からネット上では知られていたよね。今に始まったトレンドではない。とりあえずフルーツサンドはうまいぞ。娘が日本の言語と文化を現地で勉強しているんだけど、ちょうどフルーツサンドのことを教えてくれて気になっていたの。これはね、パンが重要な鍵を握っているの。日本のこのサンドイッチに使うパンはアメリカではケーキの部類に入るものだからよ。生クリームとフルーツを挟んだケーキって変じゃないでしょ。フルーツサンドは美味しいよ。東京にいた時に偶然出会ったんだ。日本で食べてその軽い食感と甘みに衝撃を受けた。ニューヨークタイムズが紹介しているレシピで今度作ってみよう。これは混ぜるな危険なの組み合わせじゃないのか。食べてみるかはもう少し考えてみるよ。私は12年間日本で暮らしていた。フルーツサンドはどこのコンビニでも売られていたし、伝統的な喫茶店やレストランでも提供されていたよ。特に大敗的なフルーツサンドは一日中どの時間帯でも楽しめる完璧なごちそうだった。いつか今私が暮らしているフロリダでもこのサンドを提供するお店が誕生しますように。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したイギリス人女性は日本のフルーツサンドを知って衝撃を受けたようです。フルーツサンドは家で作ることもできるので、自分で作るようになるかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは。
最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本って